彼は正体を隠し単独でミッションを遂行するエージェントなのだ。最高にかっこいい。何やってんだこいつ。ボス、おかわり、おかわり。ボス、キツネ、キツネ狩りをしていたんだ。狩り、デルタもする。デルタはなんでオートにいるの。デルタは狩りをしていたの。デルタはたくさん狩ったの。ボスも一緒に狩ろう。アルファがそう言ったんだ。うん、ボスも一緒に狩ろう。すぐは無理かな。いや、狩ろう。待て待て、アルファに呼ばれてたりしない。忘れてた。忘れてた。怒られる。行った方がいいよ。でも盗賊狩りと、前世で飼っていたペットのジョンを思い出すんだよな。人は基本待てができない。彼女の狩りは一方的な逆。を楽しむ要素がなくなるのかな。待て待ってくれ。ザブラだろ。俺だよ。俺だよ。ザブラだ。この匂いがする。そうそう、お前の兄貴のザブラだ。かくれんぼはデルタが一番強い。デルタ弱い兄はいらない。お兄ちゃんなんでしょ。弱いやつは一族の恥なのです。弱いやつは死ぬ、減ったら増やす部族の掟なのです。いいこと思いついた。ボスが長になればいい。バイソン産んで最強の一族になる。ならないよ。なる。済んだしもう帰るよ。